浜崎あゆみ、スマイルアップ、ヒカキン、能登半島地震で芸能界からも支援相次ぐ。石川県能登半島地震を受けて5日までに芸能界からも支援が相次いだ。XJAPAN の YOSHIKI、年齢非公表は被災地支援のために1000万円を日本赤十字社に寄付したことを伝え、今自分にできることは何かと考え、寄付をさせていただきましたとコメントを発表した。歌手の浜崎あゆみ、45、も、YOSHIKIに賛同し号を追う形で1000万円を日本赤十字社に寄付することを表明。インスタグラムで、被災地の皆様、そして救助に当たられている皆様、頑張ってください、と呼びかけた。また、人気 YouTuber のヒカキン、34、も1000万円を募金する動画などを投稿し、ヒカキンと一緒に募金しませんか、などと呼びかけた。千葉県船橋市の非公認キャラクター、ふなっしーも X、旧、Twitter で、自身のカレンダーの半券料などを使って、被災地の石川県珠洲市へ100万円を寄付したことを明かし、今回の地震で被害を受けたすべての皆様のご無事と、いち早い復興をお祈り申し上げますなっしーと綴った。スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所は、義援金5000万円を提供したことを公式サイトで発表。被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。被災された方々の生活支援に役立てていただける義援金の提供を行いました。微力ではございますが、皆様のお役に立てますよう、努めてまいりますと伝えた。